和歌山市で遊説中の岸田総理に向けて爆発物が投げ込まれた事件で、警察は周辺に破片が飛び散った可能性があるとみて近くの海を調べています。中継です。爆発現場近くの海ではおよそ6人の捜査員が海に潜って破片などを探しています。地元の漁師によりますと警察はネジやキャップを探していると話していたということです。 岸田総理が応援演説に来た和歌山市雑賀崎の漁港で爆発したのは木村隆二容疑者が投げたとみられる筒状のものでおよそ50秒後に爆発しましたこれまでの捜査で爆発物の一部とみられる破片がおよそ40メートル離れた倉庫付近で見つかりましたが警察は別の場所にも破片が飛び散った可能性があるとみて付近の海を調べています 木村容疑者は確保された際、投げた筒と同じ形状のものをもう1本持っていたということで、警察は爆発物の威力や構造を捜査しています。